11月12日、日曜日に大阪で一夜限りの復活ライブを開催したゾロが、2018年1月、26日、金曜日に東京、渋谷レックスで一夜限りのワンマンライブを行うことを発表した。2015年にバンド解散を発表した後、メンバーであるリュウジ、ボット・タツヒ、BA はそれぞれ別々と新バンドに加わりつつも交流を続け、時にはステージの上でセッションを果たしてきたゾロの2人。11月12日に出演した大阪、キングコブラでのライブでは、酸欠になるほどの完全燃焼パフォーマンスで駆けつけたファンたちに応えた。東京でのライブタイトルはより小さい FUCK FOX より大きい。チケット一般発売日は12月16日、土曜日、10からとなる。ゾロワンマンライブより小さい FUCK FOX より大きい。2018年1月26日、金曜日、渋谷レックス前売り3800円、当日4300円、会場、開演、1800万1830チケット一般発売日、12月16日、土曜日、1000チケット。発売箇所、etsoto.eplus.jujiz-t1u14p.10-1010-643p.10-2241 リュウジインスタグラム、リュウジツイッター、タツヒツイッター。